こんにちは。群馬ちゃんの宝物を見つけたよ。群馬ちゃんが群馬の魅力的な群馬の宝物を見つけます。今回見つけた宝物は何かな。約5000年前に発見された素材って何だろう。日本で初めて体温計を作ったなんてすごいね。何だろう。群馬ちゃん手に持っているのはガラスかな。もしかして今回はガラス工芸かな。さすが群馬ちゃん、群馬県ふるさと伝統工芸品に指定されているガラス工芸に注目するなんて群馬のことに詳しいんだね。それでは群馬ちゃんと一緒に宝物を見つけに行きましょう。今回は水上町にある月夜のビードロパークにやってきました。こんにちは。水上町でガラス製品を製造している上越クリスタルガラスの倉田です。群馬ちゃん、群馬に優れたガラス工芸技術があるのを知っていたかな。私たちの会社ではもともと体温計、温度計などを製造していたのですが、その技術を生かして火器などを手掛けるようになりました。その優れた技術が認められ、今は上越クリスタルという名称で群馬県ふるさと伝統工芸品に指定されています。そうなんですね。じゃあ群馬ちゃん、今回の宝物ガラス工芸の中の上越クリスタルについて教えてくれるかな。ガラスを作るには傾斜や操舵灰、石灰石などを1500から1600度の釜の中でドロドロに溶かし、作るものに合わせた様々な技法を使って成形していきます。代表的なものに吹きガラスがあります。これは水飴のようにドロドロになったガラスの元をパイプの先につけて息を吹きながら成形していく方法です。その他に上越クリスタルガラスでは中吹き技法、傾吹き技法、スピンドル、遠心技法、伸ばし技法など様々な成形技術を駆使して製品を作成しています。このように目的に合った技法を使うことによって様々な大きさのガラスやガラス製品を作っています。ガラスにはいろいろな技法があるんですね。月夜のビードロパークには貴重なガラス作品を展示している美術館も併設されています。この美術館にはローマンガラスやアールヌーボー、アールデコなど昔から人々を魅了してきた貴重なガラス作品が展示されています。群馬ちゃんが見ているのはパブロ・ピカソがデザインしたガラス作品です。ピカソの設計図をもとにガラス職人が制作した作品となっています。ピカソデザインのガラス作品まであるなんてすごいですね。上越クリスタルガラスは群馬の伝統工芸品として幅広い分野の製品を作り出しているんですね。今回は群馬ちゃんが吹きガラス作りに挑戦しました。その様子を見てみましょう。群馬ちゃん、吹きガラスで花瓶を作ったんだよね。倉田さん、吹きガラス体験は誰でもできるんですか？小学1年生以上であれば誰でも体験できますよ。どんなものが作れるんですか？コースによっても変わってきますが、エンジョイコースで花瓶、ビギナーコースでグラスや花瓶、チャレンジコースでジョッキなどが作れます。群馬ちゃん、楽しかったね。安全に作業していただけるよう職人がしっかりとフォローしますので安心してください。自分の作品が作れるなんて群馬ちゃんすごいね。これ群馬ちゃんが作ったの？すごいね。上越クリスタルガラスのガラス製品は卓越技能賞、現代の名工を6名も輩出した日本でもトップレベルのものなんです。優れたガラス工芸技術を生かして各方面で評価されてきたんですね。はい。赤坂迎賓館の特殊照明用ガラスを復元したり、正倉院の魚物の復元にも協力しているんですよ。今日はガラス製造の工程や技術、ガラスの歴史など今まで知らなかったガラスについて勉強になったね。群馬ちゃんの宝物見つけたよ。今回はガラス工芸を取り上げました。群馬ちゃん、今回もすごい宝物を見つけたね。次回は群馬ちゃんがどんな宝物を見つけてくれるんでしょうか。お楽しみに。